おいっすー、どうもショウです。今回もマリオカート8を実況していきたいと思います。しかし4000台前回突入したのかなから少しはまあレート上がったんですけども、いやなかなか勝てづらくなってきたね。そろそろなんだろう、もうワンポイント上に行かないとちょっと勝てなくなってきたね。なんでまあもうそろそろコロコロ車とかね、変えずに一つに絞って、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。なんでまあちょっとね、曲がりやすい車優先にしたら、まあ、結構上位陣に組み込めてたんで、まあ、今回からそれで頑張っていこうかなと思います。では本編の方へどうぞ。さあ第一戦です。ここは前回ちょっとドジ踏んじゃった場所でもあるから、これはリベンジしたいな。アイテムマジで全部取られてくる、それつらい。しかも食らっちゃったし、せっかくストリーム入ったのにな、もったいない。よいしょ。今回あんま人数いないからね、上位も狙おうと思ったら狙えると思うんで、ぜひとも行くとこ行きたいんだよな。うっつ、こっさとこ、おっと申し訳ない、ぶつかってくんなって。重量級と重量級は不遇だから、ちょっとストリーム狙いすぎでしょ。あの人ももらえないから、まあキノコ3つ、これは置いとこう。でここで使わせてもらって、ここでも1回使って、ここでも使っとく。狙い、ただいまに、お前の人赤コーラ食らったな。 OK、 うー曲がりきれるかな。よし危ねえ、とりあえずここで今ですよ。前の人何狙ってるの、なんかすんげえジグザグに動いてたりするけど、おナイス。なんで今俺に来なかったのか不思議だけどよくわかんない。よし、ここはどうなんだろう、俺いつもドリフトはしないんだけど。 OK、 いいんじゃない今のところ、調子よく進んでるよ、後ろとの差もできてる。フィニッシュ、マジでスタート前に言ったこととは何だったのか1位になっちゃったよあれだよね、本当にうわーこのマップ嫌だわーと思ってた時は本当結構いい成績出るよねこれ。よしよし、ちょっと不意でびっくりしちゃった。さあ次はどうしようかな、あここを任せていくか。わあレインボーロード人気だな。まだこの車でレインボー走ったことないんだよねってまだ走ったことないんだって。いけっかな。でもまあまだここはあれだよね、周回のとこじゃないからね、まだ気は楽。よし行ってみよう、ここゴー。うそー油断大敵、ほんとそれだわ。まあまあまあ最初はね、遠くてもアイテムで挽回しようしよう。なぜバナナなんだ、あこれはまずいぞ。よし乗り切った、 OK、 ちゃんとワンバンゾーンはシート取っておいてからの、お前でやり合ってくれ、入ってくぜ。おサンドリしてる、すごいな、サンドリ俺できねえんだよ。おっ頼んで、ちょやめよやめよやめよ、ほら
来れんか。キノコと来た。あ、だ、何食らった、何食らってる、ちょっと何ブーメランか。おお、びっくりした。自分に向かってくるもんやと思って。うん、これ使うべきやな。もう近いな。ここで曲がりやすくしておいてからの、よし最後や。うわ、ここでトップには追いつけないかな。これは仕方ない。2位か。あ、さっきの人だ、宇之助さん。この人も早かったんだよな。いやでもまあまあ2位、まあいいんじゃない。やっぱり曲がりやすいからかな、すんげえスムーズにいったな。よしよしよし。第3戦目かな。ここも頑張っていこう。たったここです。どうかな。 OK OK だけど周りが早いな。一気に追いかけられちゃった。よいしょ。アイテムは釣られたくないな、ここ。うわ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 、前の人やばい。行きたくねえな。ここは1周目は安牌で潰し合いを見てるか。で潰してる結果もう5位になったけどそう、前まではね、その潰し合いに自分が参加してたからなかなかダメだったんだよね。もうね、生還することでした。オッケー、よし1位。今のドリフトも完璧だね。よいしょ。あ、ここアイテム欲しい。防御系なんか来て。オッケー、いいもんじゃない。危ねー。おお、それは胸熱。危ねえな。よし、ここジャンピン。ここジャンピン。どうしよう。二人か。一石にも微妙だしな。ここはキノコ出てくれ。パックン。ここでパックは欲しくないんだよな。うわ、入っちゃったし、まあ、とりあえずしょうがないか。やべえ、前の人独走になっちゃったよ。嫌なのがこの独走距離でサンダーが出たら困るんだよな。よいしょ。アイテムきっちり。フラワー攻撃系は出てくれるんだかな。それを当てる敵さんがないないんだよ。しょうがない、これは使っとこう。パックも怖いんで。よいしょ。ほい、どう、バナナ。ここバナナってひどくない。いてし、いてし。うわー、これはうわアイテム負けた5位まで落ちたか。まあそこはな、最後キノコがあったら余裕で逆転できっからね。あ、目光んだ、クマクマ目光んだ、初めて知った。いやー難しいな。なかなかここで抜けるっていう場所でアイテムが出ないとな。ここかな。じゃあそうなったら、うわ、スイーツ大人気。俺もスイーツ大好きだけど、こんなに固まるとはな。いいよ。お、しかしマリオサーキットだっけ、ここか。よし、じゃあここもあんまいい成績残したことがないっていうフラグを立てておく。
わざと立てて上位に入りたい。ライバルはあのクッパだな。やっほー。うー、外流された。まあいいや、とりあえずオッケー。じゃあない。お、ソリンも入れた、いいぞ。アイテムきっちり、よいしょ。前の人、あ、この人も速いんだな。よいしょ。さあ何が出る？バナナ。やっぱ一石にちょっと辛いか。よいしょ。でもまだ追いつけない距離じゃないもんね。ソースを見せて。おお、来た。これは妨害機アイテムいただく前に投げたい。ここ、うっそーそんなことあります？そんなことってあります？ちょっと、あ、でも青コーラ言ってくれた。よし、これで逆転はできる。早く直って。そう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 、よしよし。とりあえずこれで2周目は1位いけるかな。その後よね、問題は。よし、曲がれ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 、 OK。よし、オッケー。いい場所。全く前が見えないんですけど。とりあえずこれ持ったまま行きたいね。コインも10枚だから加速で負けることはないでしょう。ほい。いや、今のはちょっとロスしたけども差はできてるね。よし、いける。クマは勝つ。勝ったー。久々一位。このクマを舐めたらいかんぜよ。よっしゃー、レートもぐんぐん上がったー。いや、いいねー、このクマが一位を滑走してる。いい絵だ。さあ、というわけで全4戦完了したかな。じゃあ、皆さんありがとうございました。お疲れ様。抜け。よし。はい、というわけでメインメニュー戻ってまいりました。順位の方はですね、1位、2位、5位、1位とかなり上位トップ陣を占めれたんじゃないかなと思います。あの5位がちょっと悔やまれるけどね、まああれはアイテム運として、まあ仕方ないと思っとこう。レートも4324から、4378、64か、すごいね。そんなに上がったんだ。いやー、あのクマバカにできんね。早い。ぜひともね、もうコーナリングが苦手って人はあれを使ってもらったら結構楽にいけるんで、スピードも速いしね。よし、コマ継続的に頑張っていこう。ではまた次回もご視聴ください。じゃあねー。